こんにちは、サラポジです。先日、個人資産が5000万円を達成した動画を発信させていただきました。これは私が描いていた当初の想定よりもかなり早く達成できました。運だけでここまで来れたと思われる人もいるかもしれませんが、私は決して運だけではないと考えています。なぜかというと、私はアラサーで仕事を開始してから少しずつでも着実に時間をかけて資産形成をしてきたからです。そして今が資産形成をする上で最も重要な時期だと強く意識し、株式投資を実践しています。先にネタバレになりますが、今回の動画は人生で資産形成の時期は限定的ですよというような内容になっています。知っている方にとって当たり前のことと思われる部分が多いかもしれませんが、それでもやはり各年代でそれぞれ境遇が異なりますので、イメージしにくい部分があったり、全体を俯瞰してみることで新しい発見があると考え、今回は全世代を時系列で図にして話しさせていただきます。あまり全世代を時系列で示した図はないと思いますし、ビジュアル的に資産形成する期間がいかに限定的かがわかると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。まず資産形成で最も大事なのは人的資本です。ご存知の方も多いと思いますが、人的資本は簡潔に言うと稼ぐ力です。そしてこれは将来に受け取る給与を現在価値に直したもので、この現在価値に直すという考え方については、株式投資をしている方にとってはおなじみのワードだと思いますが、ここでは少し長くなるので、詳細な説明は省略させていただきますが、簡単に言いますと、人的資本は将来に受け取ることができるであろう給料を加味した稼ぐ力のことなので、若い人ほど人的資本は多く大きいと考え、年を取るに従って稼ぐ力である人的資本は自動的に年々少なくなっていきます。イメージとしましては、20代、30代、40代、50代と徐々に減っていくようなイメージです。ただし減っていく速さや割合は人それぞれですので、この円グラフはあくまでイメージ図として捉えてください。さらにもう少し具体的に見ていきましょう。これは20代から50代の最後、つまり60歳手前までにかけて少しずつ人的資本が落ちていくイメージです。さらにただ落ちていくだけではなく、例えば60歳で定年を迎えると考え方としましては人的資本はゼロになります。ただし現在は60歳から定年延長したり、別会社に行くなど仕事を続けるケースが多いでしょうし、今の時代は会社員以外でも稼ぐ方法は無数にありますので、完全にゼロになるわけではないのですが、20代、30代、40代と大きなスパンで見たときには、60歳の人的資本はかなり少なくなっていると考えます。そしてこの人的資本が時間の経過とともに減っていくのですが、同時に時間の経過とともに増えていくものもあります。それが金融資本になります。金融資本とは貯蓄や運用している資産などのことです。例えば20代の時は人的資本、つまり稼ぐ力は大きいですが、実際に稼いだ時間はまだ少ないので、金融資本は下の方にあります。しかし30代、40代、50代と時間が経つにつれて、稼ぐ時間が増えてきますので、基本的な考え方としましては金融資産は時間が経つにつれて大きくなっていきます。つまり年を取るに従って、人的資本は減っていき、一方で金融資本は、つまり貯蓄や資産は増えていくというふうに考えます。さらに人的資本と金融資本の増え方、減り方は人によってカーブは異なります。例えば人的資本は一般の人は紫色のカーブをたどると仮に仮定した場合、自分で勉強したり自己投資したりとスキルを上げることで、例えば青色のカーブのように人的資本が落ちるスピードを遅らせることも可能です。さらに金融資本についても、普通の人はピンク色の線をたどると仮定した場合に、他の人に努力することで人的資本を高め、より稼ぐ力が大きくなりますと、同じ年代の中でも、例えば赤色のカーブのように金融資本、つまり貯蓄や資産を急激なスピードで増やすことも可能です。つまり人それぞれ努力したり工夫することで人的資本が低下するスピードもコントロールすることができますし、金融資本が増えるスピードも人それぞれ異なるということです。続いて人的資本と金融資本について50代以降についても見ていきましょう。例えば50代後半になってきますと、定年の60歳が見えてきます。つまり人的資本は未来の分も積み上げた時の稼ぐ力ですので、定年を10年以内に迎える50代は人的資本はかなり下がっているような状態です。65歳まで働くとしましても未来の分も加味すると考えますので、基本的な考え方としては人的資本はここからなかなか上がることは少なく、下を這うようなイメージで進みます。一方金融資本は資産がどれくらいあるか人によってそれぞれ異なりますので、ここで細かい金額の話は省略しますが、基本的な考え方としましては、これまで時間をかけて金融資本は積み上がっていると考え、上の方にあります。
ここでどれくらい積み上がっているかによって高さが変わってきますので、老後にどのような奇跡をたどるか決まってきます。ここでさらに70代以降も加えまして、金融資本が今後どのような軌跡をたどるか、もう少し具体例を出してみていきましょう。例えばオレンジ色の直線は、長年人的資本から生み出されてきた金融資本を定期で取り崩したと仮定したときに、金融資本が時間が経つにつれて徐々に減っていくイメージをグラフにしてみました。さらに定期的な取り崩しではなく、例えば株式などで資産運用している場合は青色のようなカーブを描き、うまく資産運用することで資産の減るスピードを遅らせることができる可能性も生まれてきます。またもし年金の受給金額が自分の希望よりも少ない方の場合は、年金の受給開始年齢を繰り下げることで受け取りの金額を増やすことができます。例えば年金受給年齢を遅らせると選択した場合は、緑色のように60代は資産を急激に減らすことになったとしましても、年金の繰り下げ受給をすることでもらえる年金が、例えば70歳あたりから資産の減り方が鈍化するような計画を立てることもできます。これらはあくまでイメージ図で、個人個人積み上げてきた金融資本は異なりますので、60代以降の資産のカーブも逆に言うといろいろアレンジできるということです。以上の内容を20代から90代以降までまとめてみました。まずこれまでのおさらいですが、基本的に多くの人が20代から60代手前の50代までは稼ぐ年代ですよね。これは20代は人的資本があり、50代になるに従って金融資本が増えていくステージです。さらにその後は基本的にお金を使う年代に入ります。そしてここで先ほどの人的資本と金融資本に加え、年金についても情報を追加すると、資産形成する期間がいかに短期間しかないことがわかると思います。20代から60代までは稼いだ収入から年金保険料を払う必要がありますよね。さらに年金保険料を払うことで60代以降に年金を受給することができるようになります。これは稼げる年代の間に使う年代の分も一緒に稼ぐということで、人生の半分はお金を稼いで、人生の後半は使うステージに入るということです。これは誰でも簡単にイメージできますよね。そしてここからが一番言いたいところですが、ほとんどの人が20代から50代の間で年金保険料の支払いを含め一生分の資産を積み上げる必要があります。そして特に30代から40代前後の約20年から25年間の間で人生で最も資産形成ができる期間だと私は考えています。理由は単純で、人的資本が高いところから低いところに落ちてくると同時に金融資本が急激に上がってくるからです。さらにある程度の資産が形成できてきたら、うまく資産運用へ回せると資産の増大スピードがさらにぐんと上がります。ただここまでの内容を聞くと、50代以降からの資産形成や資産運用はダメなんですかという質問が出てきそうですが、そういうわけではありません。30代前後から40代、そして50代前半くらいまでが人的資本という観点では人生の中で一番稼ぎやすい期間で、この約20年間の間で時間を味方にして、できるだけ資産形成や資産運用を実践することが最も効率の良い資産形成の仕方ではないかと私は考えています。一言で言うと、この期間に集中して真剣に資産形成に対して向き合う時期ではないかということが言いたいだけです。この話はまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、なかなか全体を俯瞰してみるということがないかなと思い、今回このような動画を作りました。人生100年時代が到来してきてます。現在の社会ルールですと、60歳になった時点で自動的に定年になり、ほとんどの人は給料が下がることが分かっています。このような環境の中で人的資本と金融資本の考え方を照らし合わせますと、30代から40代が資産形成と資産運用する最も重要な時期で、逆に言うとこのたった20年間の限られた期間にしっかり土台を作ることができると、その後の人生が大きく変わる可能性があると考えることもできると思います。実際に私の人生はこれまであまりうまくいかないことが本当多かったなと自分でも嫌になることがたまにありますが、先ほどの冒頭にもありましたように、30歳で真剣に資産形成をし、直近で資産5000万円を築けたので、今更かもしれませんが、ようやく人生が少し明るくなってきたように日々感じます。そして私はまだ人的資本が下がりきってないと考えてますし、それ以上に金融資本がかなりこれからどんどん上がっていくというふうに考えてますので、むしろ今からがチャンス、今から一番重要な時期だと私自身考えています。そして今後この資産形成について、この人的資本、金融資本をベースに話していく機会もおそらく今後多くなると思います。
さて、今回の内容は人的資本と金融資本という観点に絞り、30代から40代が重要という結論で着地していますが、一方で50代や60代の方でまだ資産形成を始めることができていない方は、もう手遅れかなど、いろいろご指摘や批判があるかもしれませんが、私は手遅れだとは全く思っていません。ただまずは50代や60代の方は、30代や40代と同じようなことをしていても再現性は低いことを理解していただくことが重要だと思います。その上で悲観的になる必要がない理由としましては、10年前や15年前と比べて今はいろいろなアプリやツールが溢れていますので、これを活用しいろいろ模索し、自分に合った稼ぎ方を見つけ出していくことが重要で、稼ぐことによって資産形成を実践していくことが必要だと思います。さて、今回の動画をご視聴いただきまして、まずは今自分がどのようなポジションにいるのか気づくきっかけになってくれたら嬉しいです。そして最後に言いたいのが、必ず人生は何とかチャンスがありますので、諦めたら試合終了だと思います。最後まで諦めずに、私もやってきたことで5000万円気づけましたので、そしてまだまだチャンスあると思ってますので、今後もリスクを取って資産形成や資産運用を実践していく予定です。今回は人的資本と金融資本の関係について、全ての年代を並べて動画を作成させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もし何か気づいた点やご意見がありましたら、コメントいただけると嬉しいです。今回の人的資本と金融資本の関係から資産形成期について考察した動画は以上になります。最後に、私のプロフィールはこんな感じです。インデックス投資をコアにしながらも、増配と投資を実践することで未来でのお金の問題をできる限り解消し、今の生活をより良く過ごせるように時間を味方にしてのんびり投資を実行中です。さらに最速で目指しているわけではないですが、最終的には経済的自由も目指しています。もしよろしければチャンネル登録やコメントいただけると嬉しいです。今回以上になります。